これからアイビスペイント得たより動画塾を始めます。今回は選択レイヤーの機能操作設定を行います。あらかじめ新規描画画面は作成しておきました。それではまず設定から行います。ツールバーの右から2番目のレイヤーボタンをタップして、レイヤーを7枚ほど追加します。中央のプラスのボタンをタップします。はい、それでは引き続き選択レイヤーをタップして閉じます。足りない場合は後ほど追加していただいて結構です。それではレイヤーボタンをタップして閉じます。引き続き選択ボタンをタップして、ブラシを選択します。閉じます。切り替えボタンのとこにあれば切り替えていただいて、ブラシにしておきます。続いてブラシ選択ボタンをタップして、G ペンハードを選択タップします。続いて右側の設定はそのままで結構です。太さは自分の描きたい太さで設定してください。不透明度は 100% で結構です。それではブラシ選択ボタンをタップして閉じていただきます。それでは描きます。このようにして描いていただきます。描き終えましたら彩色しますので、レイヤーボタンをタップして、選択レイヤーの下のレイヤーをタップして閉じてください。続いて選択ボタンをタップして、塗りつぶしをしますので、バケツのボタンをタップして、続いて「カラー」を選択していただきますので、カラー選択ボタンをタップして、分かりやすい赤を選択してやってみたいと思います。カラー選択ボタンをタップして閉じます。それでは選択範囲のとこにタップして色をつけます。このようにして選択
範囲内にタップして色をつけていただきます。続いて目玉にこのようにして塗りつぶしができます。